おはようございます。画家の小木曽です。本日の動画はニョキ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 、こちらですね、人物写実風に水彩画、透明水彩で描いてみたというものでございます。あれ、これどっかで見たぞという声が今聞こえてまいりました。そうです、ちょろ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 、そうですね、アクリルでも描きました。まあこれで、すごくわかりやすくないですか。アクリル絵の具の特性と透明水彩の特性、こういったものを理解してもらうために今回は動画にいたしました。だからちょっとこういうのを参考に、またこういうのも参考に、そして、またこれとこれをくっつけた動画を作りたいと思います。以前は、木を描いた動画でそういうのを上げているんですけども、もう一度今度は人物バージョンで、作ってみました。皆様に、それぞれの画材の特性というのを理解してもらうためにはこれが一番わかりやすいような気がしますので、ぜひ楽しんで見てみてください。では、それでは解説をしていこうと思います。透明水彩という画材です。向こう海外で透明水彩というふうに言うんですかね。ウォーターカラーとアクリルっていう訳の仕方なのかな。ガッシュっていうのが不透明水彩っていうのはなんかわかるんですけどね、透明水彩って言うんかな。まあ、キャンソンボードというキャンソン紙が厚紙に貼り付けてある、まあ、キャンソン紙、水彩紙ですね、に、描いていっております。ちょっと初め前半はズバーンと形をまず決めるという描き方をやってみようかなと思いました。どちらかちょっと初めに水を多めにしてやるやり方を多くしていたんですが、今回はちょっとズバンと決めてから少しずつ柔らかくしていくという方法を取ろうと思います。まあアクリル絵の具と透明水彩の画材の違いみたいなのを お見せするには、まあ手っ取り早く透明水彩とアクリルで、同じ、モチーフモデルさんを描くという、この妻ですけどもことを選択いたしました。でちょっとグッとこう、なかなかね、皆さんこれぐらい暗くグンとぶつけるの難しいでしょう。で筆もね、グッとさばきとかをこう使いながらですね、平筆1本である程度まで描こうかななんて思いながら思ってます。40分もあるとちょっと雑談を多めにしていかないといけないなと思って、何の雑談をしましょうか。世の中は理不尽だっていう話をしましょうか。何の話だって感じですけども、まあ今こう背景とかこう桜の木の前にいる状態を描いているんですけども、アクリルの場合というのはどちらかというと、まあ暗い色の上にまた明るいのでも描いていける。でも透明水彩っていうのは暗いのの上に明るいのでは描きにくい。まあ若干もちろん水彩とか、あ、水彩じゃない、白とか使ってもいいと思うんですけども、どちらかちょっと紙の白さを生かしていくという描き方ですね。なんか海外の YouTube とか見てるとアクリルまたは油絵が僕のなんか見てるとですね多い気がして、日本はどちらかちょっと透明水彩が圧倒的に多い気がするんですね。なんか面白いですよね、それって。なんかね、もしかしてなんか日本人の特性みたいなものもあるんでしょうかね。どちらかというと暗いところをどんどん暗くしていくことに慣れている、日本人の特性に透明水彩の方が合っているのか。まあアクリルの場合というのはメリットデメリットやっぱりあるんですけども、まあ何層も重ねていけます。透明水彩も重ねてはいけるんですけども、あんまり重ねすぎると色がやっぱり汚くなってしまいますので、これは水だけでちょっと肌の部分だけを今度は塗るための下準備をしていっております。全くもって美術と関係ない話しようかな。私が中学生の時にやっぱりこう社会って理不尽やなっていくつか思ったことがあって、なんかこう皆さんもなんか思うことないですか、そういうの。まあ私たちの時代ってものすごくこう、まあどちらかっていうとなんていうか今と全く違う時代だったので、まあ野球部に入ってたんですけども、水を飲んではいけないというようなことをしていた世代なんですよ。要は今思えば全くもって理不尽、そこも理不尽なんですけども、本当の話こうと田んぼに落ちたボールを拾いに行くのを率先して拾いに行ってたんですね。あ、俺行く俺行くっつってみんなですね、で僕なんかも率先して行ってて、まあ、みんなやってたか分かんないですけど、田んぼの中の落ちたボールを拾うふりして田んぼの水飲んでたんですよ。考えられますか。あ、ね、透明水彩で水の話をしていますね。考えられますかね。本当トイレの水道の水なんていうのはもうなんていうか一番いいというか、トイレ行ってきますと言って水を飲みに行ったりしていました。
まあなんか一回話したことあるんですけども、試合中僕ピッチャーやってて、あ左これドライヤー乾かしながらかな、違うかな、紙ですね。試合中にもういよいよピッチャーでもうダメだってなって、監督の横で思いっきり水を吸ってやったことがありましたね。そんな理不尽な話もありますよね。世の中ってね、後々やっぱり違ったなとかっていうこともありますし、私の友人の N 君とあれ T 君かな、 T 君が、私たちが野球が試合終わった後に帰りにちょっとこう寄り道というか、山の方を突っ切っていくと近道に彼らはなる、私たちと帰る方向は違ったんですが、途中で別れてじゃあなーって言って別れていくのが山の道というか、そこ突っ切るとめちゃくちゃ早いんですよ。でそこまで別に危ない道という感じでもないんですけど、まあちょっと山のお寺があって、お寺、そうですね、除夜の鐘とか叩きに行ったお寺があったとこやな。でそこのとこ通って帰ってたんですが、それは高速上、今肌は塗り終えて後ろのこう緑ですね、描いていってます。まあ、桜が咲いている季節やったんですけども、もう花を描かずに木を描くというこの偏屈王のね、偏屈大王ですね。でまあその道を通っていつも帰ったりしていて、でも通学路やないからあかんってたまになんかこう見つかって怒られたりなんかしていたんですけど、なんかですね、彼らがたまたまなんかそこ通っていた時にちょっとこうなんか病気されたかなんかした人を助けたんですよ、警察呼んでですね。まあ、当時携帯電話もないから公衆電話かなんかやで警察呼んで、困ってる人を助けたんですよ。で次の日僕らはね、警察の方からこう、まあ、なんていうか褒められたのか連絡がいったのかよく知りませんけども、校内放送でピンポンパンポンってなって、で彼らは職員室に呼び出されて、あ、お前ら褒められんちゃうけ、あ、丁寧にね目を書いております、今回ちょっと拡大のところがないのであんまり、また後日あげますが、あのアクリルと透明水彩を同時に、お見せするという動画を近々またあげますが、そういった彼らが、職員室に行って、でちょっと一時経って戻ってきたら、もうほっぺた押さえてるんですよね。どないしたんって聞いて、いや殴られたまあ当時そんなんですよ、あのもうビンタなんか当たり前でしたもんね。でなんでって皆さん思うでしょう。もう僕のこのね、あのほとんど高齢者の人ですから、そういう時代背景わかると思うんですけども、あの通学路じゃない道を通ったということで、それでバレてビンタということがありましたね。なんかそして目を丁寧に書いていっております。ひどい話ですよね。あ、その話何度かしてますけど、またしましょうか。学校を中学の時のまた話なんですけども、40分もあるとですね、こんな雑談になってしまいますが、また奈良県の出身だったんですが、奈良県を出てはいけないという校則があったんですよ。もうこれはもう30何年前の、私の友人の王くんの話ですけども、ずっと今日王くんの話しましょう。私じゃないですよ、私の友人の王くんは、そういう校則のある中学校に通っていたというか、で奈良県を出ちゃいけないと言っても、まあやっぱり多感な厨房ですから、ちょっと大阪天王寺というところまで電車で快速みたいなんで20分かからず確か行けるんですよ、奈良の私がいた王寺町っていうところですけども。だからちょっと乗ったら、あの天王寺という要は通天閣があるとこですね、あの辺りとかがまで、大体そのぐらいで行けるんですよ。でもあの私の王くんの友人の王くんのお兄さんが言うには、あのその通天閣にだけは近寄るなよって当時は言われていました。新世界って言うんでしたっけ、あのなんかなかなかあの見たことない世界の人たちが住んでるから行かん方がいいでっていうことを当時ね、今はだいぶすごくこう綺麗になってました、私も行きましたけども、あの当時はなんか外国の車、ドイツ車のですね、Y みたいなエンブレムの車ありますよね、 Y が逆さになった、あなんであの車を止めてるとそのエンブレムだけが取られるとか、そういうこう都市伝説がありましたけどね。
それで、まあ、天王寺とか行ったりしてたんですけども、友人の多くはですね。そしたら、まあ、ある時に、春の甲子園やったかな、確か。当時はそんなに高校野球って、まあ、盛り上がってないというか、ですね。で、外野スタンドがタダだったんですよ。で、その王くんは友人確か4人ぐらいで、大阪を越えて兵庫県に、甲子園球場ってあるんですけども、あの甲子園球場まで行って、で確かね、県立岐阜商対どっかやったんで、なんとなく覚えてるんですけど、県立岐阜商 GIAFU 岐阜商って、全然ファンでもないのにめっちゃ大きい声で、外野スタンドなのに外野スタンドから応援していたようなことを記憶しているんですが、雨で途中で中断になったんですね。中断になって、でやることがなくて、帰るわけにもいかんので、ちょっと待っとこうかって言って待ってて、で当時は NHK とかは雨で中断しても延々とその放送を流すというですねずっと中断してると、その間もね、丁寧に2層目の人間の肌を塗っていってます。アクリルと全く違うでしょう。そういうのをお見せしたくてですね。そしたらずっとこう CM とかがないからですね、外野スタンド映したり内野スタンド映したり、先週雨のダッグアウトの選手を映したりしてる中で、なんか僕たち暇やったから、傘でですね、ヤクルト温度ってあるんですね。ヤクルあれ 何温度って言うんですかね、ヤクルトスワローズの応援で傘をみんなタンタ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 ンってやつなんですけども、でそれをやってたんですよ。そうするとですね、バッチリ全国放送に、移ったそうで、もちろん次の日はですね、王くんたちはまた校内放送でピンポンパンポンって呼び出されまして、右ほっぺたあたりを痛めて帰ってくるということがありました。全国どこでもザラにあったんじゃないかなと思いますけどね。別に僕はその暴力賛成派じゃ全くないので、どっちかちと理屈で、詰めていきたいタイプというかですね、そうじゃないと成長せんと思うんで、理屈があって絵も同じだと思うんですけども、理屈があって、最低限理屈でも、最後は本当にもう気合と根性と愛みたいなところは必要になると思うんですけども、それまでというのはある程度理屈というのが必要やと思うんですね。石膏手さんなんていうのはすごくこうね、あれもう理屈の塊みたいなもんやと僕思ってるぐらいに思っていて、書けない人は理屈を少し理解していくと書けるようになったりします。でももうそもそももうちょっと苦手やっていう人は、一番もうこれはあるあるなんですけども、自信がないと猫背になります。本当です。で、自信がないと猫背になって、自分の画面全体を見れなくて形が悪い、なかなか治らない。でももう私は一生懸命描いてるんやって、こうどんどん没頭していて画面に近くなっていっちゃうんですね。そうすると全体が見えないから、形の悪さに気づかずに、結局は石膏デッサンで形が悪いとも圧倒的に評価が低くなるということが起こるんですね。だから今やられてて、皆さんもこう絵とか描かれていて自信ない方は、もうまずよく離れてみることですよ。離れてみたり、絵とかをモチーフの横に持っていくであるとか、これ最近見かけないし、僕は未だにやるんですけども、ちっちゃい手鏡を用意しておくんですよ。手鏡で、手鏡用意しておいて、自分の絵を何て言うんですか、反対鏡を通して見てあげる。そうすると反対側に、なんちゅうの、反転して見えるじゃないですか。で、反転して見ても人間の形は人間の形なので、狂ってるとか、そういうとこが一目でわかるというか、一発でわかることがありますので、私自身は結構それはいいかなと思います。まあ今の時代は、あとはスマホで撮ってみて、小さく画面の中で小さい画面で見たりするっていうことも一つかもしれませんが、一番は形のクリに気づくのは、もう圧倒的に鏡通すことやと僕は未だに思ってますけどね。他なんかあるのかな、離れてみる、鏡を通す。で、例えば公表会とかに送ってきてくださる方も、一回鏡通して、それ人物以外でもですけど、そうすると画面の中で自分ではここ一番見せたいんやって書いていても、他のところにぶつかりがドンとぶつかってるところとかが見えてきますよ。
案外そういうことをされてみるといいかなと思います。薄く薄く塗っていっております。この作業も後半がまああんまり変わり映えのしない作業なので、理不尽な話、まあ今の話もうちょっと続きがあって、また別の日ですね、ある時にY 君と女の子2人と私でダブルデートっていうんですか、中学3年生か2年生やった覚えてないですけど、そういうのに行こうということになって、ちょっと離れたところに行こうということで、今度は三崎公園という、また大阪のまあ表あっちの方ですね、和歌山に近いようなところの方だと思います。そちらの方まで出向きました。それでまあなんか楽しく遊んでいたか、僕も誰と行ったかなんかも全然女の子のことが覚えてない、失礼な人間なんですけども、で歩いていたら、園内を歩いていたら向こうからなんとなく見覚えのある人が来るんですよね。おい誰や、なんか見たことあるぞと。で男性女性ですよ。でよー見たら、野球部の監督と当時私たちの担任だった英語の、あ中2やな、やっぱ担任の先生で思い出した、確か中2やな、でデートをしていたと。これで向こうから歩いてくる先生たちと、私たち、これどっちが勝つと思いますかね。次の日学校に行って俺らなんかね、ジョーカーを掴んだというかですね、切り札を掴んだような感覚ですよね。向こうはその公言しているわけじゃないんですよ、お付き合いしているとかなんとかっていうので、もう息をようと行きましたけど、そうすると廊下で、M 先生という技術課程の先生がいて、この先生なんか技術課程なのに なぜか性教育とかいろいろ教えてくれた面白い先生やったなっていうのを覚えてるんですけど、廊下の手すりのところで本当にもう漫画みたいにこう落ち込、うなだれて落ち込んでるんですよ。で僕はそのブルース・リーに似てたんでリー先生って呼んでたんですけど、リー先生どないしたんって聞いて、いやーなんて言っていて、そしたらですね、まあその日かちょっと後か覚えてないですけど、そのお二人の先生が無事ゴールインするということで、おそらくその日、職員室でそういう報告を私たちにばらされるんやったら、いっそのことも報告しよう、お付き合いしてるという報告だったのか何だったのか分かりませんが、したということがありました。まあ結局何もお咎めはその件に関してはありませんでした。ねえ、まあそれは理不尽な話ではないんですが、私たちがちょっと優位に立ったというお話でした。今日完全に寝落ちラジオを作ろうと思ってますからね、だいぶできてきたでしょ。で、また別の話、中学の話が今日中心やな。この話どっちが正しいんか今もよくわからないということがあるんですが、まあその野球部の監督さん、別に未だに恨んでるとか全くないんですよ、本当になくて、お会いしてみたいなと思うんですけども、まあ、当時はなんかそんな感じの世の中の空気やったから、もうそんな感じやったと思うんですけどね、手が出てくるみたいな。あ、もう一つは、二つあるな。もう一つですね、一個上の野球部で中二の時に、一個上の先輩たちが猛烈に、私の兄貴の世代なんですけども、めちゃくちゃ強くって、まあ、あんまり練習もしないけども、なぜか奈良県の大会で新人戦3月か4月に行われるんですね。で7月か8月、6月、7月ぐらいかな、に最後の大会が大体部活って行われたりするんですけども、で3月の大会で県大会で3位になったんですよ、まあ、監督がすごいというよりも選手たちがすごかった。で私の兄貴なんか本当にエースで、練習したところは見たこともない、私なんか朝早く起きて走ったりするようなタイプやったのに、あ、目とか慎重に書いていますね。で、県大会で3位になったんですよね。で、その練習が、練習というか大会後、練習をまあサボり気味だった先輩たちが、まあ、監督のちょっとした、なんていうかですね、愛の無知に対してはみんな不平不満を持っていたんですが、私たちデッドボールの練習やちゅて、なんか監督からボール投げられまくって、ぶつけられたこともありますからね、今やった新聞載るようなことやろな恨んでないですよ、ほんとほんと。で、ある時その先輩たちがあんまり練習を真面目にしていなかったから、
監督がお前ら真下から来んなって言うたんですよ。そしたらですね、もうあの声は未だに覚えてますね。うちの兄貴たち、まあ、15人ぐらいいたですかね、兄貴の声でしたもんね。あれやったって言ったんですよ。やめれるっていうかそれでうちの兄貴は実は部活をやめるというですね、面白いわと思って、で残ったのが確か O 君、 O 君、 N 君、確かね3人やったんですよ、先輩で。でということは後輩たちもチャンスが、レギュラーになれるチャンスがあるんで、やったってちょっと思ってたんですね。まあ、あの先輩抜けてチーム弱なるけども、まあ試合とか出れるし、もちろんそんな試合とか当時もなんかこうバッティング練習さえほぼさせてもらえなかったですよ。あんなに強くなるわけないんですよね。でなんかこうようやくそういうのができると思っていたらですね、私たちの同級生の3人ぐらいだけ、要は先輩3人と同級生3人だけがバッティング練習とかをさせてもらえていて、まあ中途半端だった私なんかは全然練習とかバッティング練習させてもらえなかったんですよ。あ、そしてハッチングを始めましたね。いや今思い出すとそうやな。それで私はちょっとこれはなんで練習させてもらえへんや、バッティング練習球拾いばっかりでっていうことで、職員室に3人ぐらいでクレームに行きました。私が先陣を切ってなんですけどもでその時に監督は、あ、確かに確かにそうやなそうやなっていうことを言ってくれたんですよ、職員室いろんな先生方いる中で。で、唇とかほら慎重に書いてるでしょ、こういうのお見せしとかないとね、そういうことがあって、やった練習できると思ったらですね、何が起こったかと思いますかね皆さん。そうなんです、残った先輩3人からいじめられるということですね。生意気やってことですね。こう本当未だにこう理不尽やなと思うんですけども、後々何人か先輩たちが帰ってきて、確か 7,8 人ぐらいまでは戻ったと思うんで、結局私たちは、私なんかはレギュラーっていうか取れなかったんですが、翌年一応なんかレギュラーになって、最後は最後の試合もピッチャーで投げまして2対0で負けたことを覚えています。1回戦軍大会ですからね、当時子供も多いからですね、チームもいっぱいあってね、県大会当時3位ってすごいことだと思うんですけども、で軍大会の1回戦が白鵬中学というところやったと思うんですけども、それがまた前の大会で県大会でだいぶ上位に行っていたから、奈良県でいうと例えば智弁学園とか天理高校とかのスカウトがその試合に見に来るようなチームだったんですよ。で僕は別に張り切ってたわけじゃないんですけども、その1回戦の試合なんと完封勝利を挙げるんですね、ピッチャーでですね、それは嬉しかったですよ。それで新聞に次の日載りましたね、新聞に載りました、こそぎくんっておおぎその木と層が逆になってましたね。普通はそういうのって中学生ぐらいだったら次の日行って学校行って新聞載ってたねなんて言われるんですけど、誰も触れないでおこうと思ったんでしょうね、すごくこう寂しいですが、触れられることも確かあんまなかったような記憶をしています。当然その新聞も捨てました。人生で2回目かなんかに載った新聞やったと思うんですけどもね、薄く薄く、重ねていって暗い色を描いていっています。これが透明水彩の、まあ、一応特性というところだと思いますので、皆さんちょっと理解しておいてください。で、もう少しもあの理不尽な話を続けますと私が高校受験で前も話したんですけれども、滑り止めに落ちるという、大阪の私立の学校も緊張しいなんですね、意外とこう見えて。で特別なんとか進学クラスみたいなあるんですけど、そこに私落ちたんですよ。まあいけるやろうということで滑り止めで受けてですね、で結局自分のランクをぐーっと下げて、自分の学校、家から近い学校、まあ、今偏差値57とか6とかぐらいじゃないですかね、当時もそんなもんだと思うんですけども、まあそういう学校、生駒高校というところに行くんですが、まあそれが実はものすごい今思えば正解だったというかですね、もう美大に行こうと決めていたから、
自分の家からまあまあ近い方がもうちょっと遠いところを第一志望に考えていたんですが、今思えばあれは人生の本当に最高の選択の一つというか、運が良かったと逆に思いますもんね。今受験とかで悔しい思いしてる人とかもそんなんで決まりませんからね。私は大学受験も全部失敗、現役の時失敗してますし、失敗してます。それでまあちょっとレベル落としたから、まあ楽勝で受かるやろうと、まあ、正直3年間で確か上位5位ぐらいの300人ぐらい確か1学年いるんじゃないかな。確か10クラスぐらいあって30人としてもそんなもんですよ当時って。で学年で確か5位ぐらいに入ってたんですよ。あんま勉強もそんなに一生懸命してたわけじゃなくて、多分特別な、なんか私は能力を持っている、集中力というやつを持ってるっぽいんですよね。なんとか多動性なんとかみたいな、注意欠陥なんとかとか呼ばれるジャンルの人間やと思うんですけども、まあ1週間前ぐらいからもう英語の教科書とか2日3日で、20ページぐらい覚えれるんですよ。でもこれ特殊能力なんですけども、忘れるのも早いですよ。試験終わった次の日、次の日にはもう全部忘れるという能力を持っております。でそんなんでまあうちの親父が面談に来たという話とかもいろいろしてるんで、どっかで、また見つけてくださいマルチーズを抱いてきた話とか面白いと思うんで。でですね、これ本当に動画こう今音を入れてるんですけど、あと何分かが分かんないですよね。だいたい推測で喋ってるんですけども、でなんかこうまあ中学受験の時に、公立高校は同じ日に試験して、合格発表も同じ日だったんですけども、同じ日やからで、みんなで見に行ったりするんですけども、僕仲良かったその野球部の4番打てた H 君、本当にこの辺未だに仲いいというかですね、H 君というやつがちょっと俺不安やからと、奈良県で3番目ぐらいに頭のいい学校に、受験をしていまして、その子はですね、ちょっと合格発表不安やからちょっとついてきてくれへんかと。同じ日で違う場所で合格発表あるんですよ。私はその生駒高校、彼はもうちょっと頭のいい学校やったんですが、ついてきてくれへんかって言うから、まあいいかなと思って、まあすぐ終わるやろうなと思ってですね、学校の距離はだいぶ離れてます。だいぶ離れてます。3番目4番目ぐらいの学校かで、彼についていってあげたんですよ。優しい少年ですね。で、まあ同時刻、確か2時とかに発表、全部の公立学校2時ぐらいに発表、今みたいにインターネットがない時代なんで見に行くわけですよね。で合格すると皆さんこう、例えば公衆電話とかから学校に電話するとかっていう時代なんですよ。で H 君一応合格発表見について行って一緒に行ったんですけど、向こうから走って戻ってきて、おげそ、あ、おげそちゃん、おーくん今日全部おーくんの話ですね、あ、合格しちゃったわって言って、おめでとう、よかったやんけって言って、今からなんかな、制服の採寸っていうのがあるからもうちょっと待っといてくれへんかって、まあめちゃくちゃわがままなやつですよねジャイアンみたいなやつです。4番バッターなのにいつも右打ちなのに、突然俺は明日から左打ちに変えるとかわけわかんないことを言うようなやつで、今も実は仲がいいです。でそいつの制服の採寸っていうのまで待ってて、結局1時間半2時間ぐらい待っていたんですよ。そして僕は一応なんとなく14時から合格発表、14時からって書いてあったんです。それをもうしっかり覚えてます。まあ何時までとは書いてなくて、でまあまあええかなと思って、じゃあ次大木さんのとこ行こうかって、まあ電車に乗ってちんたらちんたら行ってたら、向こうに夕方5時ぐらいに確か着いたんですね。そしたらですね、駅にF 君という、また今まで出てきてないですね、F 君っていう友人が名前出してもいいんですけどね、待っていてくれて、で O 君、小木曽君、あ、O 君って言って、どうしたやばいで、もう合格発表終わってんでっていうわけですよ。言うたら14時からちゃうんって言って、え、終わってる、いやもうなんかすごいあれやでとかって言うてですね、慌ててそこから走っていきました。だーっと走ってって、桜並木を越えてですね越えていきました。それでなんとか学校に着いたんですけども、確かに掲示板らしいものが全く見当たらないんですね。5時15分ぐらいですか、その時間としては。で2階の方をちらっと見たら、校長先生がニタッと笑ってこっち見てるんですよ。その顔よう覚えてますよ。君やろって言って、おーくんちょっとおいでって言って、
はいはいっつってわーっと2階まで上がってきました。そうするとですね、校長室の床の上に合格の番号がわーっと書いてありました。で、あなたの番号あるか確認しって言われてですね、はいわかりましたって言ったら、 あったあったよかったよかった、早く中学に連絡せなあかんでって言ったら、はいわかりましたちょっと駅まで行ってあれですね、 だから中学から高校から中学に電話あったっぽいんですよね。それで、すぐ電話して、すみません、合格してました、つって。で、めっちゃ怒られまして、何してんの早く帰っておいでって言ってですね。それでですね、まあ、慌ててか覚えてないですけど、俺、間違えてるかなってずっとぼやきながら、帰って行って、中学に帰ってったら、すっごい先生に、もちろん手は出てないですが、怒られました。いまだに私は、その別にその、何時から何時までと書いていないから理不尽やなって、怒られたことに対してはやっぱりちょっと記憶をしていますよね。でもその時にボソッと、私はいやでも何時から何時までって書いてなかったんでって言った時にボソッと援護してくれたのが、野球部の監督、向こうの方で、いや、おぎそ言うてることは、王くん言うてることはあってんちゃうかって言うてくれたの、ものすごいそれはまた覚えております。ね、そんなこんな言いながらですね、なんでこんなアホな雑談するかというと、まあ自分でなんか絵とかもそうなんですけども、結構こうじゃなきゃダメとか、ああじゃなきゃダメって考えていくよりも、まあこれもええんちゃうか、あれもええんちゃうかって考えていってほしい部分が、まあ学生に向けてもこれ喋ってるんですけども、あるんですね。で、そこで自分でこう考える脳みそっていうのをつけていかないと、いけないなっていうふうに思うんです。ね、理不尽でしょう。ちょっと、今思い出しながら喋ってよう喋れましたね。飲み屋でこんな話するんですけどね、よくね。なんかこうおかしいなっていうことってありましたもんね。なんかこうまあやめとこう、それ以上の話は手唇とかをこうやって書いていっています。まあ後半の方はあんまりこう白も使ってます。これパレットの左上のところは、白い、ポスターカラーの白でございます。こういう風にですね、いろんな画材を併用して、いくというか、白ぐらいちょっとぐらい入れても別にいいんちゃうかなっていう感じがあります。なんかこう、まあ、こうやって人間ってひねくれていくんやろうなって思います。私がどんどんひねくれてったのは、そういうことやと思うんですね。僕、間違い、これも言うていいかな、もう言うよ。高校3年生の、3年生時の、週5日のうちだいたい4日間ぐらいしか行ってなかったんですね、僕学校に。これもまたもうちょっと時間あるかな、もういいですね、もう今から30年前の話なんでですね。で、それもやっぱりなんか書いてあったんですかね、出席日数のこととか、ちゃんとそういうこう校則の手帳を読んでいなかったので私が全部悪いんですが、やっぱりある時に僕はなんか赤点とかをほぼ取ったことなかった、多分1回もないと思うんですが、さっき言ったように5番目ぐらいに卒業していったので、ある能力を持って集中して勉強するタイプやったので、で、月曜日にいつもお休みをいただいていたんですね。週休3日制っていう。もうおふくろも諦めてました。これ聞いてへんからいいんですけど。別にサボってたわけじゃないですよ。土日に塾に予備校に行っていたので、もうすごくそれが楽しくて、初めてなんか一緒にこう、同じように夢をに向かっていける人たちと一緒にいれたので、よく予備校とか行った方がいいですかって聞かれますけど、私はなんか学校、大学もしかりなんですけど、同じような夢を持ってる人間同士で一緒になるって僕はいいと思いますし、まあそこで挫折することもあっていいと思うんですね。これ言っていいかな、まあいいや、ドブロックの森さんっていう人とちょっとお話しする機会があって今芸人さんやってますけど、やっぱり若い頃美術の方を目指していて予備校通っていたって言ってました。でやっぱその後変更してね、芸人さん、その後俳優さんにもなりたかったって言ってたんで、なんかこうすごくこう歌手にもなりたかったって言ってて、なんかいろんなことを合わせてねなられているんで、その辺はなんかいろいろ変更していってもいいと思うし、変わっていくことに関しては全然悪いことじゃないと思うんですよね。
だから夢を持てって言いますけど、なんかね、好きなことが一つでもあったらそれをちょっと極めていってみようかなっていう風な努力をしていくっていうことの考え方の方がいいのかなと思います。よくこう学生さんと話していると、就職するときに私何をしたらいいかわからない、どんなことが好きかわからないとか言うんですけど、22、23の時ってわからないし、やりながらまた合ってる合わないっていうのを覚えていけばいいと思うし、またこうそれが途中で進路が変わってもいいと思いますし、なんかその辺がこう凝り固まってしまうよりも、なんか世の中理不尽なこともたくさんありますので、線路があったらその上をひたすら歩くというだけじゃなくて、自分でですね、道を開拓していくっていうことも面白いことなんじゃないかなというふうに思いながら、なんとかなんとか40分引き伸ばしました。まあなんかね、今職業柄、今の現状のことってほぼ言えないので、ですね、もう30年前の話とかばっかりになってしまって申し訳ございません。ほら、いい感じになってきたでしょ。でこんな感じで、最後をネチ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 密度を上げていきました。で本当になんかこう30、40、50からまた新しい夢に向かっていくという、ただなんかこう、まあ慎重になる部分と大胆になる部分っていうのをこう2つ見極めんといかんですよね。なんかそんな気がします。面白いと思うんですね。70歳から絵描きを目指し、80歳で初個展、90歳で画集を出す、結局その間って20年あるわけですもんね。で私デビューして20年ぐらいなんですよ、確か2020年卒業なんで、だから20年あれば十分なんですよ、時間ってね。だからなんか大学の先生になるまでで卒業して10年ぐらいですかね。だからそういう、まあ大学の先生はなれないですね、年齢規定みたいなのがやっぱあると思いますので、最後密度ぐいぐい、後ろに見える背景の桜の木も描いていっております。今日本当にまあ絵の話を一切しない、久しぶりのひどい放送となりました。ちまちま書いていっております。まあ並べてみると全然違うなっていうのもわかるし、また後日並べて動画を同じように、時間的にはこっちが3時間ぐらいで、アクリルが5 4時間ぐらいだったかなと思います。透明水彩の方が若干早く終わりました。まあこういうのを見せて、もちろん合わせてもいいと思うんですよ。アクリルの上に透明水彩っていうのはあっていいと思いますし、透明水彩の上にアクリルっていうのはあんまり意味がないかなと思うので、まあね、透明水彩は暗い色をちょんちょんちょんと描きやすいというか、アクリルも描けますよ全然。でもやっぱ乾いてしまったり、筆が悪くなりやすいですよね、もちろんね。そういうところはデメリットかなというふうに思います。でもこうやって暗い色でちょん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 描いていくこともできる画材かなというふうに思います。ようやく終わりが見えてまいりました。45歳、あと30年ぐらい生きるのかな、これからどうしようかな、ほんとカルチャーセンターやりたくなってきてるのはやばいですよね。大学の先生よりなんかそっちの方がなんか面白そうな気がしてきてる自分が怖いなと思ってるんですよね。大学辞めてちょっと副業の申請してみようかな土曜日どっかでカルチャーセンターやらせてくれんかって多分難しいやろな。受験に関わる人が入ってくるっていうのがちょっと難しいと思うんですよね。そこなんですよね。だから小学生とか中学生まで、大人の大学受験する人以外とかね、それならありえるのかもしれないですねと思いながら、とある僕の知り合いの国公立の先生もされてるって言ってたんですね。その辺が難しいですね。ちょまち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 ま書いていきました。すみません、今日はどうでしたか。すごい雑談ひどかったでしょう。ぜひね、いいねボタンをいっぱいくれると、どうも Google のおすすめとかに上がりやすいっぽいので、よかったらたくさん視聴してもらえると助かります。寝る前に毎日これを聞こうの回でした。以上です。
ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。まあこちらの作品と、全然違う作品になって、透明水彩は透明水彩の良さがあると思います。私はラーメンが好きで、味噌ラーメンも好きですね、豚骨ラーメンも好きですよというぐらいの感じです。どっちが豚骨やどっちが味噌やって感じかもしれませんが、とにかく自分自身が今やっていることに対してやっているということを一番伝えやすい方法は何ですかということですよね。それが透明水彩なのかアクリルなのか、愛を歌いたいからシャンソンで歌う、ヒップホップで歌う、ジャパニーズポップで歌う、ね、その方法、何かを伝えたいためにどの方法がいいかということを選択するということをぜひ覚えていってください。ではチャンネル登録よろしくね。 SNS もやってるよ。